エディ・アダムスは、アメリカ合衆国の女優である。1927年、ペンシルバニア州のキングストンに生まれる。その後、ニューヨークを経て、ニュージャージー州へ移住。ジュリアード音楽院で声楽の単位を取得後、コロンビア大学とアクターズスタジオで演劇を学んだ。またデザインについてもトラホガンスクール・オブ・ファッション、デザインというデザイン学校で学んでいる。 1940年代後半あたりからテレビのコマーシャルなどへ出演するようになり、1950年にはミス・ユーエス・テレビジョンで優勝に輝いた。50年代の中盤くらいからテレビドラマなどへも出演するようになってキャリアをスタート。1960年にはビリー・ワイルダー監督、ジャック・レモン、シャーリー・マクレーンら出演のアパートの鍵カシマスで劇場映画デビューを果たした。 テレビにおいては、トークショーなどのテレビ番組へ出演し、その人気はお茶の間にも浸透。夫でもあり、テレビ番組でのパートナーでもあったコメディアンのアーニー・コバックスらと共に人気を博していたが、コバックスがその後死去。それがきっかけで、アダムスがホストを務める、ヒアズ・エジエという番組が1962年から制作され、アダムス自身はその才能が評価され、 同番組で2度プライムタイムエミュー賞にノミネートされた。1970年代に入ってからもタレントとして以外にも女優として精力的に活動を続け、テレビ、映画における存在を確固たるものにした。これまで3度の結婚歴があり、最初の夫は公私ともにパートナーでもあったコメディアンのアーニー・コバックスだったが、1962年にコバックスが高い。 その後、二度の結婚歴があるが、それぞれが離婚で終わっている。2008年10月15日、カリフォルニア州ロサンゼルスにて、ガンと肺炎の併発により死去。81歳だった。ありがとうございます。